スミスベースボールの滝口です。それでは動作解析をさせていただきます。まず、この軸足回転なんですが、アフターの方はしっかりと軸足が回ってきて、このように腰が前に行かないようになっています。スウェーの動きが止まっています。インパクト、このように、アフターの方は、前の肘と、後ろの肘がへそについた状態で、腕を曲げた状態でボールを捉えています。ビフォアの方は前の肘が伸びきった状態になってしまって、体からバットが離れてしまって手打ちの状態になっています。で、またあの顔がまっすぐにアフターの方はなることによって体の回転を止めずに連動した状態で打てています。ビフォアの方は顔で体の回転を止めてしまうために手が先に先行してしまい手打ちの状態になっています。エクステンション、ここでビフアフターの方がここからまだ手首を返さずに右肘でバットを後ろに後方に引いてくるような動きをしています。体からバットが離れないように、している動作が 見られます。ビフォアの方はここで顔で体の回転を止めてしまうことで、まだ前の肘がまっすぐになることですでに手首が返って連動性がない状態です。フォロースルー、ここで、しっかりとまず腰がしっかりと回っていること、アフターの方は回っています。顔をまっすぐにしてしっかり腰を回す。で、ここでまた、ビフォアの方はもうすでにここで、両腕の間に空間が見えないんですが、アフターの方はしっかりとまだここでもフォロースルーからエクステンションからフォロースルーの状態でもまだ、ここで空間が見えるということは手首をまだ返していないということになります。フォロースルーの2番目ですね。ここでまだ完全にビフォアの方はスイングが終わっているんですが、アフターの方はここで前膝を曲げて重心を低く抵抗力、下半身の抵抗力を強くして深く振り切っているため、ここでまだこの手が見えない状態ですね。深く最後まで振り切っています。これがボールを運ぶ動作になってきます。フィニッシュ、ここで、さらに、一つの特徴は、アフターの方は右肩にしっかりバットがぶつかるまで深くフォロースルーを取っています。さらに低くなって下半身の抵抗力を高めることによって下半身の抵抗力、足のパワーを使っています。ビフォアの方は、前足がまっすぐになってしまって上体が上に伸び上がった状態になっていて、ここでフィニッシュが終わるということは、まだまだ振り方が浅い状態になってますので、ここでしっかりと振り切って、パワーライン、左バッターでしたら、左肩がピッチャー方向にしっかり向くまでしっかり回転することを取り組んでみてください。特にこのバッティングで一番いいところはやはり、前肘の使い方ですね。プロベロシティバットを使うことによって、その感覚が非常にうまく伝わったのではないかと思います。求心力を高めて遠心力を強くするという理想のバッティングがなってきています。またこのように低くなることで、下半身のパワーも使えています。
平凡な高校球児がある練習法で球速を上げドラフト候補に。レジー・スミスが推奨するメジャーリーグ流のトレーニング。レジーの理論で正しい基礎を身につければ確実に目標に近づけます。弊社はレジーの理論が実践できる本場メジャーリーグで使われている数々のトレーニングギアを販売しています。そのトレーニングギアがあなたの野球人生を変える。